ブローノスと鎧の形状変化。あれが報告にあったブローノスの暴走か。ええ、ああなるとあいつ手がつけられなくなって、ちゃ、まるでおもちゃを取り上げられた犬だ。あの様子じゃ貴様らの連携も期待できん。あの暴れ鎧チキンがはしゃいでいる間は迂闊に近づけんな。私がグローノスの力を封印術で抑える。その隙に。バザラガ！嘘でしょ？あの状態のバザラガが相手にならないなんて。ふっ、鎧チキンの大釜ハッピータイム終了か。敵は私たちに狙いを変えたみたいです。かえって都合がいい。迎え撃つ。行くぞパピー、覚悟を決めろ。ビビって小便ちびるなよ。はい。この槍の力、見せてあげる！食らいなさい！舐めてかかるなよ。了解です！イルザさん！どうじゃ！一気に畳みかけるぞ！どうじゃ！クソが！やるわよ！よっぽ、みんな退避！よくわかってるな。どうだ。一丁前に指示を出すか。お前は敵をどう思う？私たちなら勝てますね。アルベスの槍よ、その力を示せ。プロミネンスダイブ。調整の銃の裁きを受けよ。バーストイレイザー。終わりだ。レッドデトネーション。一気に畳みかけるぞ。思いっきり暴れ。くらいなさい。ダメだ。悪くない立ち回りだパフィー。ありがとうございます。調整の銃2発よ、力を示せ。ふん、2発の力をとくと味わえ。このまま貴様を元の武器の姿に封印させてもらおう。今だパピー、あの生意気な小娘に一撃見舞っておとなしくさせろ。アルベスの槍よ、力を示せ。上出来だパピー。で、何なんですこれ。あの男、私らの武器を覚醒させるみたいに使ってたけど。敵も我々と同質の武器を使うようになったということだろう。まあ不思議ではあるまい。お前のアルベスもどこぞの遺跡から発掘されたものだ。それと同じ経緯で敵も見つけた。それだけの話だ。このアリアネンサって武器は機械の塊に化けて戦う、そういうことなんですか？おそらくな。
この状態なら私のニバスで武器の状態に戻せるはずだ。やれやれだ、こんなデカブツ回収もできんからな。バザルが、あんた怪我は大丈夫なの？おい、何をしている鎧チキン。戦闘は終わった、攻撃をやめろ。なんだ、一振りごとに鎌が肥大化していく。これはまるで敵の体を食ってるの。グローノスの力が膨れ上がっている。ニバスの拘束も効果がない。離れろパピー。待ってください、バザラが。以上が事の顛末だ。了解した。グローノスが魔物に化けるとはな。いや、あれは魔物などではない。もっと異質な何か。最初に出た化け物、敵の刺激していたアリアネンサの力の影響なのか、本来のグローノスの機能かは知らんが、どちらにせよ回収は急務だ。なあ、一ついいか。あのレスターってやつはどうなったんだ。鎧の破片をいくつか残して蒸発した。私がくれてやった訓練と罵詈雑言の残りカスがこれだ。送り先はない。やつは天涯孤独だ。これを見て悲しむような家族もいない。ならば俺が持っておく。ああ、そうしろ。バザラガ、体はどうだ。修復さえ済ませれば回収に同行できる。そうか。では作戦の概要を説明する。昨日私とそこの鎧チキンの失態で組織の人員が死亡、グローノスまで紛失したのは伝えた通りだ。上層部は武器の紛失を重く見ている。早急に回収せよとのお達しだ。機械に化けたグローノスは方々の島で目撃されている。その軌道から行き先の目星をつけた。我々はそれを追い、化け物を仕留め武器の姿に戻して回収する。さもなくば組織における別の役割を押し付けられることになりそうだ。何です、その別の役割って。例えば実験動物扱いはどうだ。都合のいいことに私もバザラガも簡単に死ぬような体じゃない。は？実験動物？なんで急にそんな扱いされなきゃいけないの。ああ、
私たちは組織の切り札なんだろ。上は武器と契約者の相性について知りたがっているからな。今が好機とばかりにつつかれている。バサラガはともかく、イルサさんが。いや、いくらバサラガでもそんなの納得いかない。どうしたんです、二人とも。左手を出せ、ゼータ。何これ？監視装置だ。グローノス紛失の関係者はこれから居場所と行動を監視される。お前もその対象だ。さながらパピーの首輪といったところか。え？連帯責任とのことだ。それを外す権限を持つのは俺だけだ。グローノス奪還までつけていろ。納得いかない。なんで私がこんなものつけられなきゃいけないのよ。今から言うことは聞かなかったことにしろ。組織も混乱しきりでな。今や派閥が9つにも分かれ、互いに足を引っ張り合っている。その中の一つが我々とは別の部隊を立ち上げた。お前たちのデータをもとに作られた新設部隊だ。何分使い勝手がいいらしい。机上の利点を吹き込まれた上層部はすっかり乗り換える気でいる。それができたから私たちはお払い箱ってこと？なんでそんなにぐっちゃぐちゃになってるんです？おそらく敵の差し金だ。だろうな。9人のクソヒリ野郎どもが互いの顔にクソを投げ合うような状況を敵の艦長が見事に作り上げた。そのおかげで上も現場もクソまみれだ。いまいましいことにな。おそらくすでに艦長は姿を消している。内部の者が互いの利害で対立し勝手に争う状態になっているからだ。とりあえず事情は分かりました。私ら全員の身を守るためにこの任務は絶対に成功させなきゃね。うちにも外にも敵ばかりか。状況は悪いな。なら私の剣が最大限に力を発揮するさ。窮地に陥れば陥るほど私の M ブラスクの剣は強くなる。頼っていいぞ、ゼタもバザラガもな。それは頼もしい限りだ。私の試験を見事落第ギリギリで突破した貴様の成長見せてもらおう。頑張ります。この町、敵にやられたんだろう。この先どうなるんだ。完全に町としての機能を失っている。しばらく復旧はできんだろう。私たち町の人の力になれないのか。この町で起きた戦いに対する外部からの働きかけは全て裏目に出た。よそ者への不信感が消えるまで無理だ。町を引っかき回す敵を倒したのに今一つすっきりしないね。この町の住民同士で戦っていたのもあって禍根が残るのは避けられん。発端からして胸クソ悪いもんね。漁師の娘がならず者にさらわれて傷だらけになって帰ってきたとか。だが調べた限りではそのような事実はなかった。あくまで噂が流れただけだ。そのうちに本当に領主の娘が姿を消したのだったな。そこから領主が暴走して施設軍隊を使って町のならず者を残らず投獄し始めて、そこから領主派と反領主派に対立が起き、やがて内戦が始まった。イルザさん、私たちの敵って何を目的にこんなまどろっこしいことしてるんです？さあな。だが
一つ気になる情報を耳に挟んだ。一言立ち聞きしただけだが、連中は人を理解し始めたと。まったく、我々は何と戦っているんだろうな。さて、長話はここまでだ。お前たちは島を出て準備を整えてこい。しばらく私は別行動だ。私たちだけで行動して大丈夫なんですか？上から睨まれてるんじゃ。だからお前に発信機をつけたし、優秀な監視役も用意した。そうだろう、監視玉。ああ、私とユースデスで責任持って監視するぞ。上層部はクソを投げ合うのに必死で、監視しろ以上の指示を出してない。ならば、好きにやらせてもらうさ。というわけでだ。船は用意してある。どこへなりとも行って休め。私は後で合流する。了解です。ん？なんだろうあれ。鳥じゃないわよね。でっかい虫？あれは、昨日を境にあちこちに出るようになったんだ。虫なんじゃないかと私も思うけど、なんか気持ち悪。私初めて見るよあんなの。うん、何？あれは何かを探しているのか。さあ、餌とか？ねえベア、あれって害はないの？ああ、あれに誰かが襲われたって話は聞いたことがないけど。そっか、じゃあ今のところ私たちの出番はなさそうね。うん、さて、休息を取りたいし装備も整えたいし、どこに向かおうか。じゃあ団長たちと合流しないか。 B がゼタにもバサラガにも最近会ってないって寂しがってたぞ。この近くの島の結構大きな町に来るらしいんだ。どうだ、明暗だろ。ああ、そういえば会ってなかったね。バザラガのところにも手紙来たんだっけ。ああ、だが今は気が進まない。あんた、いつも状況落ち着くまで団長たちには会いたがらないもんね。でもほら、団長たちと、その、ん？なんでそんなに合流したいのよ。なんかあんの？ん？あの町は栄えている。団長たちと合流するかはさておき、物資の調達には困らんだろう。確か魔術医もいたか。うわあ、そうだ。というか、これは監視役の私が言うんだから従ってもらわなきゃ困るぞ。ならば異論はない。元気してんのかね、団長たち。なぜだ、胸騒ぎがする。足が6本あるってことくれだな。何なんでしょうね。最近どこにでもあれがいるって聞きました。すげえ数いるみてえだな。急に出てきてあちこち飛び回って、なんだか気味が悪いぜ。
マザラカさん、やっと一緒に任務に行けるようになりました。今までありがとうございます。武器の形状が変わっていきます。何か光が集まって、また繰り返してしまったのか。バザラが？何ぼーっとしてんの？あんたが手に持ってるそれ、レスターの鎧の破片？ああ、俺が迂闊だったせいで奴は死んだ。悪いのはあんたじゃないでしょう。それにしてもどうすんのよこの発信機。腕から外れないし、上がその気になれば私がどこで何してるかまで知れるんでしょ。ほんと散々ね。すまない。は？ちょっと何柄にもないこと。あんたがそうなるとこっちも調子出ないじゃない。バザラガが心配か。ああ、だってバザラガ仲間が死んだのを見て落ち込んでるんじゃないか。確かに普段とは様子が違う。それで団長たちに会わせようと思ったのか。ああ、こういう時って死んだ奴のことばっかり考えちゃうだろう。長い時間悲しむことは必要だけど、でも悲しいばっかりだとそうじゃないことが見えなくなって。私は家族が死んだ時そうで、ゼータが声かけてくれるまでいろんなことを忘れてて、もしかして私おせっかいだったか。ああ、そうか、やっぱりそうだよな。だがバザラガは拒否しなかった。少なくともお前の考えや気持ちは伝わっているんだろう。そうだといいけど。やっぱり平和な街っていいわ。もしかしてゼタ、買い物でもしたいのか？ん？そうね、いろいろあったしね、パッと気晴らしできたらいいね。この一件が終わってからだ、自重しろ。わかってる、別にゼタと遊びに来たわけじゃないからな。ベア、イルザさんがいなくなってホッとしてるんでしょ。別に訓練生時代のしごきがトラウマになってるわけでもないぞ。そうか、イルザが教官だったのか。私もだから未だに丁寧語が抜けない。そうか、あいつも随分と変わったものだ。何それ、気になる。変わったって言うと？昔は間違ってもクソとは言わなかった。嘘だろ、クソがイルザ教官の代名詞じゃないか。ああ見えて普通のやつだ。そうだったのか。なあ、ユースティスはイルザ教官と親しいのか？同時期に組織に入った、それだけだ。なあ、イルザ教官っていつからあんな感じなんだ？さあな、詳しくは知らん。後でバザラガにでも聞け。あいつも昔のイルザさんを？って、バザラガ？注文していた武器を受け取るそうだ。それから、
体の改造も済ませてくれと言っていた。なるほど。ずいぶん久しぶりなんじゃない？おそらくな。組織に属してからあいつは誰も死なせないことに心を尽くしていた。だがそれが今回叶わなかった。仲間を失うたびに体に改造を施すのは奴にとってけじめのようなものなのだろう。けじめか。ずいぶん長い時間かけて何箇所も改造してたみたいだけど、あいつの過去に何があったのかね。さてと、それじゃあ私も準備を整えますか。今の装備じゃ心もとないしね。あんたに預けるって。よせ、やめるんだ。俺の慢心があの事態を引き起こした。あまたの犠牲を出して俺は生き残った。誰にも同じ鉄は踏ませまいと。そのためにこの体を作り上げた。だが、青年の盾となることさえできなかった。起きたか。これで施術は終わりだ。気分はどうだ？問題ない。手間をかけたな。しかしまた変わった術を必要とするんだな、あんたは。いろいろと事情があってな。まあ詮索はしないよ。それでもう一つ、その体の解析結果だが、原理不明の筋力強化が施されてる。少し見ただけじゃ何がどうなってるかさっぱりわからなかったが。やはりか。何かが体中に根を張り巡らせてる。それがあんたの意志に従って動き、戦いを助けているんだろう。以前戦いの中で俺の鎧が形状変化を起こしたことがある。お前の言う根が俺の体の表面に出て装甲を作ることは考えられるか？あまり詳しく分析できてはいないが、自由に形を変えられるようだから、それも大いにあり得る話だ。そうか。礼を言う。グロウノスの力に飲まれるたび、妙な違和感を持つようになった。
やはり俺の体の中で何かが起きている。あ、バサラがいたぞ。一人で行動するなよ。監視の対象だろ。監視装置なら俺も持っている。問題はないだろう。その手提げ袋の中身は何なんだ。他に何か買ったのか。ああ、珍しい種類のリンゴを見かけてな。リンゴ。ああ、そっか、ビエのお土産なんだ。気が進まないとか言ってたけど楽しみだったんだ。さあな、手土産はいつものことだ。まあいいか。イルザさんの準備が終わるまで団長たちと少しゆっくり過ごせばいいよ。ああ、でもまあ悪さするわけでもねえし、気にすることはねえか。この街もあの変なのが飛び回ってるんだな。